この事件は2008年6月、金沢市久安の自宅アパートで会社員の橋本清勝さんが殺害されたもので、今も未解決となっています。昨日は警察や遺族が現場周辺で検問を行い、チラシを配るなどして犯人逮捕に向けた情報提供を呼びかけました。悔しい、怒り、葛藤する気持ちですけど、ずっとその当時から変わっておりません。些細な情報でもいいから、警察の方に寄せていただきたい。事件に関する情報は金沢中警察署で受け付けています。